もこう先生本当っすよな、みんな。あの人面白いじゃん、結構。面白いよ。配信はあんまり見たことないんだよ。ああ、面白いよ。配信も。動画も、やっぱ面白い。やっぱ人が集まるってやっぱそういう理由があるんだろうね。面白い。面白い。面白いと思う、あの人は。だって、あそこまでできないよね、普通ニコ動で。いや、できない。もこう先生の最新動画とか、やばいよ。なんで？いや、やばい。俺の配信中にもその話になったんだよね。最新動画やべえぞ。やばすぎる、最新動画は。やばい以外の言葉がないな、あの動画に対しては。ちょっと見てみるわ。その、すごいよ。ある、バトレボ動画上げてるやん、もこう先生って。うん。別のバトレボ動画の人をディスってる動画上げてるから。すげえね。超面白かったけどね、俺は。ただ、めちゃくちゃ叩かれてたけど。まあ、上げてる動画がバトレボっていうのがちょっと、あれだよね。なんつーの？その、もったいないっていう言い方はあれだけどさ。なんか、ポケモン以外のモコウ先生も見たいよね。上げてるんやけどな、一応。あ、見てる見てる。俺そっちのシリーズは見てるよ。あ、そっちのシリーズ見てるんや。これめっちゃ面白い動画あってさ。うん。東方の動画上げてるでしょ。ああ、上げてる上げてる上げてる。めっちゃ面白くて、なんか、その東方のキャラを恋人に見たのにやってんだけど。めっちゃ面白くて。なんか普通に動画内でキスとかしてんの。めっちゃ受けてあれ。もうこう先生らしいよな。うん。いや、面白い。あの人ほんと、あの人、普通に喋りが面白いもんだって。ああ、あるよね。うん、なんか、構成になってるよね、ちゃんとね。一つの動画、うん、なんかドラマとしてさ。そうそう。なりってるよね。あと、キャラクターもさ、ちゃんと出来上がってるような気がする、自分の中で。キャラはすごい強いよね。強い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 。ね。強みだと思う。もうあの、キャラクターが出来上がってるっつうのはさ、すげえと思うな。結構何でもありみたいなのっていうのは武器になるしね。うん。やりやすいしね、自分が。で、ネタにもなるし。まあ、許される部分が多い。視聴者の中でもファンが多いんじゃないの？いや、多いと思うよ。ね、もうこう先生多いよね、絶対ね。配信の人数見たらもう明らかやな。もうめちゃくちゃ多いもんな、配信の人数。もうこう、あ、そうでしょ。うん、もうこう先生も1000人超えてくるときあるから。そうそう、俺もよく、なんか見かけるよ、ほんとに。すげえ人集まってんな、みたいな。そうやって考えたらやっぱ、愛されてるわ。ただもう、ぶっ叩かれてたけど、今回のところでは。でもニコ動で別に荒れたところで彼は別に痛くないでしょ。多分そんなに、美味しいと思ってそうな気がする。うん。むしろ、だってそう、散々そういう流れだったんでしょ、今までも。今までも全部そういうスタイル。叩かれて次回の動画でそれをネタにするっていう。で、また叩かれるような発言して次回の動画でネタにするっていう。あ、うんこちゃん、そうそう。前配信見てたらしいね。もこう先生のところにチャット打ったんやろ？あ、打った打った。なんて言ったの？こそこそ見んのも悪いかなと思って。うん。すぐ堂々と見てんの。ログインしたまんまやろ。ログインしたまんま見せた。なんて言ったの？なんか野球の話してたから。うん。や、なんか、話、なんかもこう先生の顔文字打ってやった。マジか。だから、もう、打たずにはいられなかった。手が勝手に動いたみたいな。うん。脳と連動してなかったかな。打たずにはいられなかったな、あの顔文字を。見たかったな、その時俺も。もこう先生は反応してたの。言ってた、うんこちゃんわかんない。スルーされてた、でも。なんか言ってくれたんだけどさ、その時さ、うん。なんか飯食ってるってあんま聞いてなかった。最低。ちょっと惜しいことしたよね。なんか反応はあったんや。あ、そう、なんか、うんこちゃん、なんかね、そう、配信、なんかうんこちゃんの配信で顔文字使うなや、みたいなさ。だから、うん。こう先生がね、言ってくれたんだよ。うん。うん、で、俺はその顔文字打ってやる。それ面白い。あ、向こう先生がうんこちゃんの配信に顔文字使うなって言って、うんこちゃんがその顔文字打ったの。そうそうそう。やめませんかみたいな。他の配信で使うのやめませんかみたいな。うん。うわ、超見たかったし、それ。
じゃあでもさ、悪いことしたなと思って、やっぱさ、その配信者が見てるって思うとやりづれえじゃん、配信めっちゃ。ああ、そうか。それは申し訳ねえことしたなと思ったけど。ああ。もう、先生だったら許してくれんだろ、みたいな。超見たかったなぁ。説教されたかったんだけどな、俺。それを求めて行ったんだけど、意外になんか、真摯な対応でさ。そう、なんかオフィシャルな対応されちゃってさ。あれか、もう先生と当たり障りのない対応だったね。そうそう。すごいなんかもうマニュアル通りの対応ですごい、好感、ん?好印象だった。ああ、あれだ。もう高先生とだったら喧嘩してもなんかうまく、なんかま、なんか丸め、なんてね、あんまり炎上しなそうじゃない。その頭もあったんだけどな。高先生だったら別になんかあんまり喧嘩とかになってもなんかスルーしてくれっかな。甘えたんやな。甘えてしまった。なんか荒れてもなんか沈めてくれそうみたいな。いむしろ荒れんだろうなと思ったんだけど。そんなに別になかったんや、みんなの反応も。まあそうだね。いいわな。最近ゲーム以外でも上げてるんでしょ。ああ、歌ってみた上げてるよ。サーキュレーションでしょ。うん。俺あれ見て、あれ面白かった。本人はガチなのかネタなのかよくわかんないけど。ネタだろ、絶対。面白いよなぁ。あれなのか、やっぱポケモンを核にやっていくのかね。そうじゃね。でも、それはそれで面白いけどね。ものすげえ、でもバトレボやれやれ言われるわけど。でもバトレボのさ、その、うん、市場を開拓したのは模倣先生だよね、絶対。いや、だと思うけどな、俺は。あんだけね、あんだけ伸びてる動画なかったもんね、バトレボで。そうだって。な、一時期店頭からバトレボ売り切れたらしい、どこの店も。本当に?うん。そういうニコニコで流行り出したらあたりからさ、店頭、アマゾンでしか手に入らないみたいな。模倣バブルが起きたんだ。模倣、だから、なんつう、今まで一定で売れてたんやけど、一気に売れたみたいな。うん。パネーよな。何?不引きとか。俺たちより多分だいぶ若いじゃん。二十歳ぐらいだね、大学生。すごいよね。なんかさ、俺二十歳ぐらいのさ、うん、人に笑わさ、の動画を見て笑うっていうことはないと思ってたの、俺。ああ。絵って重ねれば重ねるほど、なんか面白くなってくるじゃん。うん。10代とかの動画じゃ俺、あんまり笑えねえのかなと思ってたんだけどさ、うん、もうそういう面でさ、うん、俺、すごい革命的だったんだよ。こんな面白いこと言えるんだ、みたいな。10代つか、若えやつでも面白いやつはいんな、みたいな。一致しちゃってさ、俺めっちゃ。うん。こんなに、20歳の頃でこんなに面白いこと言えるんだ、みたいな。あれじゃ、俺より全然模倣先生の方がニコ動早いでしょ。え、そうなの?あー、早いわ。同じぐらいのはず。でも、ちょっと早いかな。なんか、俺と同じぐらいの時期だったと思う。野球の話したいね、模倣先生と。ああ、向こう先生は野球詳しそうだったの?配信見た感じ。あ、結構詳しそうだった。あ、そうなん。あ、絶対それはね、ちょっとなんか一晩明かそうやぐらい話したらいいんじゃない?うん、結構詳しそうだったな。ただその間チャット欄は別の話になってたやろ。なんかめっちゃ受けたんだよ。野球の話してるときめっちゃ叩かれてた。おめえが野球の話すんだよ、みたいな。もうやってくれ、みたいなさ。てめえはポケモンさえやっときゃいいんだよぐらいだろ。なんかそれすらなんかネタになってて面白かった。そういうネタなんじゃねえかなっていう。じゃ、本当に。だガチでネタだったんだと思うんだよ。視聴者が一体となったネタだったと思う。ああ。